ていうところ。取れた。今日は雨予報だから、なるべく早くいいところばっかり釣ってく。今日使うのは03。重りは 2B。当たんないな。これ 3B にしよう。流れに押されていざ入ると寝かかるけど、基本流れに押されてるから釣り合わない。重りを重くして目印ちょっと下げる。見れば何かしら反応があるはずなんだけど、今んとこないからちょっと厳しいかもな。ここら辺は多少ポイントがずれてても見れば当たりとかあるんだけど、そういうのがないから多分いないんじゃないかな。いないんじゃないかなっていうか、多分難しい。違う、ここにはいない。ただこの背の中に入ってる可能性もあるから、いないな。いなーい。今度は0の竿を使って015。
とりあえずちょっとそのまま黒川でやってみる。ここからピンチョに変える。そんなに大きくないはず。やっぱりいたわ。そんなに大きくない。そんなに大きくないんだけど、本流ヤマメだから頑張るんだな。よし、来た。おー、まだ元気ある。まだ元気あるな。これ多分テクニカルチェーンだったらもう上がってるわ。もうちょい、もうちょい、ちょっと早いけど、うん、頑張るな。頑張る頑張る。ちょっと伸ばしちゃう。手前がなんだか濁ってるから奥だろうな。来た来た、でかい。あれ、うわ、でかいぞこれ。うわ、でかい。やばいやつかかった。うわうわうわ、うんうん、切れた。外れたんだ。いや、今 見えたわ。尺まではいかなかったけど、まあまあまあ、今のずるいわ。これ巻かれてたわ。へえ、尺まではなかったけど27、8センチぐらいだったな今。巻かれてたな。しょうがないわそれは。今引っ張ったわけじゃないけどさ。全然015で取れるサイズなんだけど、巻かれてたらな。尻尾まで巻かれてた。今一投目で来たな。全然取れるサイズだったんだけどな。いればやっぱすぐ当たるから、探って数頭探って当たらないってことはいないんだよね。もう本流ヤマメだから引くんだわ。いつもより魚影見えたのが27、8。やっぱりピンチョロの方が当たんのかな。
これはそんなに効くない。そんな大きくないわ。そんなに大きくない。よしよしよし。よっしゃ。やっぱり0だと0105とかで釣ってるとよっぽど条件が良くないと取れないかもしれない。主導権はほとんど握られたままだから、やっぱりこっちあの大きさだともうちょっとこっちで主導権握らないと取りにくい。